インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。第8レース、インから1号艇の山下、5コースから5号艇の佐藤が好スタートを見せました。まくりに行く5号艇の佐藤、インから残せるか1号艇の山下、続いて2号艇、6号艇バック側ですが、まくった5号艇の佐藤がここは先頭リードを取りました。スタートは前提正常でした。まくりました5号艇の佐藤、2番手1号艇山下の両サイドから2号艇、6号艇、まずは5号艇の佐藤トップで旋回する。続いて2号艇の向田、その相当握っていきます。6号艇の大阪部、続いての旋回が1号艇の山下で、ここは握って回った6号艇の大阪部が2番手一歩リードを取ります。3番手が2号艇の向田で、レースは2周目1マーク、まずは5号艇の佐藤です。2号艇の向田が先に回ってマーク際差し込んでいった6号艇の大阪部が2番手リードを広げます。8レースの1着は佐藤選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。佐藤選手にはペロエミちゃんのプレゼントです。どうぞ。ありがとうございます。嬉しいです。はい、いいと言われているモーターですけれども、はい、どんな風にいいですか？前半レースは乗り心地ちょっと回りすぎてていまいちだなと思ってたんですけど、今のレースはもう1周、2周目もずっと乗りやすくて、はい、なんか乗りやすさが出てきたんで、何が、まあ、すごい伸びるとかそういうのはわからないんですけど、全体的にいいのかなと思ってます。はい。はい、今のレース30万ちょっとかけるぐらいの配当でした。買った方おめでとうございます。ね、よかったですよね。夢の船券が出ました。はい。はい、それではファンの皆さんにも一言お願いします。はい。福岡のレース場、前回悔しい思いしたんで、今節はこれからも結果を残して船券に絡めるように一層一層大事に頑張ります。応援よろしくお願いします。